ウォール街を選挙せよ、運動で掲げられた1%に対する99%のレトリック。ポピュリズムの堅固な支持者であるウィリアム・ジェニングス・ブライアンがアメリカ民主党のシンボルを飲み込む風刺が、ポピュリズムとは一般大衆の利益や権利を守り、大衆の支持のもとに既存のエリート主義である体制側や知識人などに批判的な政治思想、または 政治姿勢のことである。日本語では、大衆主義や人民主義、平民主義などのほか、否定的な意味を込めて、衆議政治や大衆迎合主義などとも訳されている。また、同様の思想を持つとされる人物や集団を、ポピュリストと呼び、民衆派や大衆主義者、人民主義者、もしくは大衆迎合主義者などと訳されることがある。ポピュリズムの用語は、ラテン語、 ポピュラスに由来し、通常はエリート主義との対比で使用される。古代ローマでは、ポピュラスは、ローマ市民権を持つ者の,の意味であったが、ポプラレスたちは、民衆派とも呼ばれる、事実上の党派となり、ティベリウス・グラックス、ガイウス・マリウス、ガイウス・ユリウス・カエサル、アウグストスなどは、元老院を回避するために民衆に直接訴えて、市民集会で投票を呼びかけた。 19世紀にヨーロッパで発生したロマン主義は従来の知識人中心の合理主義や知性主義に対抗し大衆にナショナリズムやポピュリズムの影響を与えた。1850年から1880年のロシア帝国では知識人に対立する運動として現れた。1860年代のロシアのナロードニキはオザク・ミ実りを主体とした革命を提唱した。 19世紀末のアメリカ合衆国では、人民党が規制の支配層である鉄道や銀行を攻撃し、政治思想としてのポピュリズムが広く知られるようになった。以後も、アメリカでは、マッカーシズムや2000年代のティーパーティー運動などがポピュリズムと呼ばれた。1930年代のイタリアのファシズム運動、ドイツのナチズム、アルゼンチンのフアンペロン政権などは、 既存のエリート層である大企業、外国資本、社会主義者、共産主義者、知識人などに強く反対し、大衆に対して雇用や労働条件向上を実現する変革を直接訴えたため、ポペリズムと呼ばれる場合が多い。2010年代のアメリカのトランプ政権も、反エリート、反社会主義、反知性主義などの特徴を持ち、 白人労働者階級の雇用などを訴えるなど、ポピュリズムと呼ばれている。ここ数世紀の学術的定義は大きく揺れ動いており、人民、デマゴーギー、超党派的政策へアピールする政策、もしくは新しいタイプの政党へのレッテルなど、しばしば広く一貫性のない考えや政策に使われた。英米の政治家はしばしばポピュリズムを性的を非難する言葉として使い、 このような使い方ではポピュリズムを単に民衆のための立場の考えではなく人気取りのための迎合的考えと見ている。にもかかわらず近年新たに学者によってポピュリストの見分け方や比較分類のための定義がまた作られている。ダニエルアルバートッチとダンカン・マグダネルはポピュリズムの定義を均一的領民をエリート層と危険な違う人々を両者ともに 主権者たる人々から、権利、価値観、え、アイデンティティ、発言力を奪うものととき、エリート層と違う人々と対決させる理念としている。ノーランチャートによる定義では、ポピュリズムは左下に位置する。近年では、複雑な政治的争点を単純化して、いたずらに民衆の人気取りに終始し、真の政治的解決を回避するものとして、 ポピュリズムを大衆迎合と訳したり、衆議政治の意味で使用する例が増加している。村上博士によれば、個人的な人気を備えた政治家が政党組織などを経ずに直接大衆に訴えかけることや単純化しすぎるスローガンを掲げることを指すとする。民主主義は民意を基礎とするものの、民衆全体の利益を安易に想定することは、少数者への抑圧などにつながる。 危険性もあるという意味では、衆議政治に転じる危険性は存在するが、それは民主主義の本質であって、ポピュリズムそのものの問題ではない。民主制は人民主権を前提とするが、間接民主制を含めた既存の制度や支配層が十分に機能していない場合や、直面する危機に対応できない場合、腐敗や不正などで信用できないと大衆が考えた場合には、 ポピュリズムへの直接支持が拡大しうる。その際にはポピュリストが大衆に直接訴える民会、出版、マスコミなどのメディアの存在が重要となる。ノーランチャートによる定義では、個人的自由の拡大及び経済的自由の拡大のどちらについても慎重ないし消極的な立場を取る政治理念をポピュリズムと位置づけ、権威主義や全体主義と同義としており、 個人的自由の拡大及び経済的自由の拡大のどちらについても積極的な立場を取るリバタリアニズムとは対極の概念としている。ありがとうございます。